バソ語録。今日は皆さんのテキスト94番からです。テキスト読む前にちょっと雑談します。今しばらく皆さんと20分ほど座禅しました。扇風機も、風は通してくれますが、この暑い暑い夏の霧がありますね。私が改めて言うまでもありませんが、皆さんが実感していることなので、改めて実感してほしいのは、暑さの中に何かしら秋の気配というか、これが熱風、夏の霧から冬の霧といいますかね、それがちょろちょろちょろと入ってくるような気がしたと思います。まさに初秋を迎えました。7月の今日が10日11日ぐらい、七夕が終えて、でちょうど裏盆湯の7月15日が、この前言いました9月2日になる、水曜日になるわけですね。今日は土曜日ですね。今度の水曜日が満月です。それがいわゆる韓国や台湾、中国、すべてが裏盆湯をしています。で、我々日本ではもう太陽暦、明治5年に入れてしまいましたから、そういうことです。反対にちょうど今から半年ぐらい前、今8月、陽暦で言ったらね、2月、そういう、正月を迎え、旧暦の正月を迎えて、梅の花が咲き出して、ここでも寒い寒いとストーブをかけながら塔も閉めて、ガスストーブの音だけがさーっと聞いているような記憶がありますね。その中にも、少しこの寒い寒いという中で何かしらチラリチラリとですね、春の気配を、この暖かいこの空気が混じって、遠慮がちに混じってきますね。我々の人生の傍中間と言います。せわしい、忙しい、動くのが我々の生命体ですから、諸行無常で、川の流れもよどんでいるように見えますが、とうとうと流れておりますわいと、剣舞保身とは何なのかと随流和尚は言うんですね。山が開いて錦に似たり、寒水たたえて愛のごとし、これが現代的に言えば、桜は散る散る成就、桜は咲いては散っていく、これが永遠の姿である。淀川の水は淀んでいるように見えますが、とうとうと流れておりますわいとか、こういうふうにですね、そう言われましたが、理屈で言えば、すべてが動きの中で動かないもの、橋は流れて川は流れず、東山水上湖、いろんな前後今まで聞いてきましたし、これからも同じパターンで言っていきますが、自分がこの人生の中で体年自弱、ずっとね、ずっと座っているわけじゃない、忙しい、その中にスーッとニュートラルをですね、持ち続けていきたいというのが我々の理想です。これが私の言うニュートラルですね。皆さんも運転してこられたと思いますが、運転するときに、いらんことを考えたり、前や横のに興味を持ってしまうと事故のもとになる、そういう運転の心構えもそーっとですね、損得を超えて、もう黄色になったら、焦らずに、焦るともう黄色でも行ってしまえと言っていきますが、そういうことも多々ありますが、そういう、堂々とした生き方、昨日、青天の霹靂といいますかね、噂は出ておりましたけども、安倍晋三が
辞任というのを表明しました。原因はやっぱり体がついていけない、大腸インテスティンですね、ラージインテスティン、スモールインテスティンっていうんですね、小腸と大腸がありますね。我々も腹の中見たことないわけですが、これはやっぱり私は生理学的に思うのはやっぱバランスです。朝と昼と夜がある、陰と陽がある。我々今陽の中に朝起きて、さあ今日は土曜日座禅に行くぞということで皆さん来ていただきました。私も一緒に皆さんと楽しみにして座禅楽しみました。それは今陽の時代ですね。で、ああ疲れた相手ですね、寝ようという感じで寝る、ぐっすり寝はなきませんね。なんかこうイライラとしたり悩み事があったりですね、そういう時もあるでしょうけども、できるだけさあと眠りやな感じですね。安倍晋三、65歳と、ね、私は5つ下やってるんですね。私変わらんかなと思ったらですね、そういう、家柄に生まれてきて、一生懸命政治家になって、本当にこう症状はですね、こう体年自弱のように動揺しない、いろんな批判を受ける、桜を見る会とかですね、学校の問題もですね、もうキリがないでしょう。そういう、あるいはもう拉致の問題にしても、日韓の問題にしてもですね、もう世界中のもう問題がもう私には想像もできない、そういう難問をですね抱えて、ずっとこう同じ空気を吸ったり吐いたりしていたわけですね。今もお元気ですが、でそこで出てきたのが大腸の潰瘍性のアルサーという、潰瘍ただれているというわけですね。ただれるというのは胃潰瘍、潰瘍、これ悩みすぎ、変なもん食いすぎ、結局こうリラックスさせたら自分で我々の体と全く、体の一部ですけども回復するんですね。特にこの酸性がきつい、この酸度のきつい胃酸というものを持っていながら、この胃の壁は破れない、すごい回復力と、防御力と、我々何でも、 もう雑食ですからね。でそれをカーッとですね、揉み込んで、その酸度、胃酸、二日酔いで入った時のね、酸っぱい思い出せませんかね、あれよりもっときつい酸ですが、それをですね出しっぱなしにするともう胃が休めない、そうするとただれてきよる、ただれてくるところに環境が悪くなる、もうそうするとそこに、いろんな環境があるでしょうけども、ポリープができたり、あるいはがん細胞、結局悪性というか良性にしても腫瘍が出てきよる、イボみたいなやつがですね、いわゆるシミ、ほくろみたいなものがこう出てきよるわけです。でそれがたちが悪いとどん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 増えていって、胃がんという悪性の胃がんになる、自分の体ですから分からん。そうするとそこで、摘出できればいいですけど、もうできない、胃を全部取ってしまうということになりますね。どういうレベルか分かりませんけども、我々は心の予防をします。心を健康にする、そうですね、感謝と祈りをする。私は座禅こそが素晴らしい、心の常備薬です。健康診断できません、血圧の数値が測れない、心の数値が測れないんですね、だけど見えない、そういう心の精神世界で、環境を悪くするとじわりじわりじわりとですね、良くない結果がもたらしてくる。周りの草花と同じです。じわりじわりとですね枯れてきよる、弱い、
で寿命がない、でそういう自然界を見ても全く私体は同じだと思いますが、まあ医者のアドバイスもあったと思いますが、安倍晋三は最初首相になった時に潔く読みましたしね、2回目の首相です、で医者潔く辞められた、私素晴らしい、やっぱ政治家やと思います。座禅、中曽根前の首相と一緒に、座禅もしたというのも聞いております。まあ、日常生活の中でセルフコントロールをどういうふうにしているか、決して、まあ、日本のメディアは芸能人もあまり言いませんけど、自分はこう、ね、ヨーガをしてますとか、まあ、筋トレの、ね、こう腹をかけてですね、こういう人もいますけども、我々で座禅して、ね、筋肉ができるわけじゃないし、まあ何も、まあ、股関節ぐらいがちょっと柔らかくなるぐらいでしょうか、まあ硬い人はいつでもいいわけですが、ぜひこれからも、いろんな自分の生活の中にいろんな問題を抱えて一生送ります。私も何もしてないようですけども、いろいろ悩みがあるわけですね。雨漏りがしたとかですね、あれがちょっとペンキ塗らなあかんとかですね、あるいは、まあ、まあその程度の単純なものですが、その時にスーッとですね、ぜひですね、この副交感神経、副交感神経というのがこの GI トラクトで言ってガストロ、ガストというレストランあるじゃないですか、ガストというのは胃のことです、インテスティンというのは小腸のことですね、 GI トラクトというんですが、GI、このこいつ、この内臓、この腹を作るというのはですね、座禅、腹を作るというのは副交感神経を自由自在に使っていく、寝るときには寝る、働くときには一生懸命働く、これは交感神経ですね、寝るときにはガーッとも死んだようにやるんです。不入涅槃という考案思い出しました。症状の軸は地獄に落ちるというんです。破壊の軸は地獄に落ちるというんです。なぜやというんです。症状の軸、本当に私は、ね、酒も飲みません、ね、そういう邪淫もしません、嘘も言いません、盗みもしません、頭を丸めて坊さんの格好して、そして、軸として戒律をきちっと守っております。そんなやつは極楽浄土に入れんというんです。ね、なぜやんですね、まあ、頭で考えているんですが、これをですね、寝ている人に聞いたらどうするかというんです。なんかそういう問題ちょっと食い違ったか分かりませんが、要するにグーグー寝るときにはそんな破壊とか戒律とかそんなことをね、酒飲まないとかそんなことよりももう全部方言弱です。パーン、これが安倍晋三にはちょっと足らなかったのかなと、まあ偉そうに私も言えませんが、まあ、近い将来またね、いいに会話できたとかそう言ったら笑ってください。口ほどのものでもないなという感じでしょうけども、要するにこの心を健康にするのは座禅、そしてかつこの GI トラクト、この胃腸、腹を作る、腹を健康にさせる、そういうことも腹式呼吸をしてスーッとやっていく、これをすると本来はこう、この私はいつも思うのはですね、ご先祖さんが中にみんな生きてはる、で、ああお前に生まれ変わって私は極楽じゃというのは、肝臓のご先祖さんとか小腸のご先祖さんとかもひらの一本一本でもですね、先祖の DNA じゃないですか、まあ、そう思えばそれを仏と思えば、そのご先祖さんはこの潰瘍になりようがない、がんになりようがないんですね、はぁと喜んでいる、こうエンジョイしている、生き生きしている、アクティブというのが生き生きやね、これは禅はやっぱ
アクティブというのはなんかわーっとやってるのがアクティブなイメージじゃなくて、やっぱりパッパッと切り替えまでできなくても、仕事の時は仕事、休む時は休む、けじめというかですかね、節度といいますか。まあ残念ながらね、素晴らしい我々の首相辞任されて、まあ次は誰になるか、まあ今更 ね言うたってね、競馬当てる、まあ競馬やったことありませんけど、当ても当てるみたいなもんでしょうけども、まあね、人それぞれみんな個性がありますから、良し悪しがあるでしょう。まあ私個人としては石破、まあみんなね、候補何回も一緒に候補してきましたからね、参戦されて3回とも落選しましたからね、首相に。石破、まあ中国はそれに近づいてますね、まあどういう世の中、石破の時代になってもどうなるか、河野もいいですね。私はまあそういうちょっとガッという時は言える、そういう首相であってほしいですね。なんかふにゃ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 、あーでもないこうでもないで、まあ菅さんも言う時は言うか分かりませんけども、わからん、岸田、まあちょっとわからね、まあ、コスト額的には首相の、もんじゃないと思いますが、あと誰がおったんですかね。まあそういう、まあ次の候補がですね、早く決まって、舵取りは、まあ、自民党あるいは、まあ、あるいは国民が、まあ、目を光らしているわけですから、まあそういう素晴らしい理想的な国づくりを我々一人一人がですね、反映していって、そして、舵取りしていただけたらなと思います。まあ今日の産経新聞のなんかこうコラムのとこ見ましたら、65歳もすごい知ったんですけども、まだまだ65だから桂太郎という人が参戦されたんですかね。そういう、まあ70でもまあね、元気やったらトランプにしてもバイデンにしても77、78じゃないですか、ね、あんなおっさん、私よりだいぶ年の人も頑張ってますね。だから72、3になってもですね、また国民のあるいは自民党の支持を得て首相になる可能性もあるわけですから、まあ頑張ってくださいと、養生してくださいと、ぐっすり休んでくださいと。まあ休むというのは私はやっぱりニュートラルです、防中間ですね、防中間ずっと流れておるんですね。流れておる中で、このスーッと鏡をような水面を持っておる、そういうことですね。話がまた続いて、前の約束で、前の位牌、これ別に位牌じゃないんです。親父の字です。ね、柔らかいでしょ。平常心、これどう、なんか板切れ、葬式で余った白木の位牌なんでしょう。それに、ガクガクのように書いたのが、今、唯一の遺品の一つですね。あときちっとした、ね、書いたのは開版の版とこれぐらいですかね。色紙書きませんでした。私は、まあ、下手でもわーっとこうね、また来年牛年ですから牛のイメージ考えなきませんけど、まあ牛一筆書きで、まあ300万円ぐらい書かなかいことが、どんな牛を書くか今考えてますが、まあそういうことと、次また約束しましたザグという、前の出てきましたザグというやつです。これがザグですね、こういうやつです。何やこう十字架みたいでしょ、隔離金さんとかいろんなことないですね。これ韓国に行きますとアジアのアーという、皆さん難しい中華に知ってますね、アジアパン、アジの部屋というのが韓国の全道にありました。これはどこの由緒も分かりませんが、この四つ頭、建仁寺の一番古い四つの頭、四つ頭、みんな板の間なんです。板の間なんだけども、そこにこれだけ畳敷くんです。畳でどういう役職の人が座るか分かりませんが、座禅をするんです。で
こういうコーナーにあってですね、ざーっとみんなこう座って、私も四つ頭のお手前というか、抹茶を立てるんです。抹茶を立てて、ぶわーっと全員にこういう大きいお盆を持ってですね、抹茶茶碗をざーっと持っていくわけです。四つ頭、一つ頭で、まあ、作法がありますが、これの、これはですね、何のためあるか言ったら、もう一つ、これは大幕宗の、私の師匠、月仙智円禅師からいただいた袈裟、伝法会、もうボロボロになって、それを同じような形で、これは無門老師からもうた、うん、まあ私はええやつと思います。ね、ええー、って変わるとは言ってませんけどね、ほんまの造形で結構大きいでしょ、うん、気に入ってます。で、このこれはですね、今ちょっとこうちょ神経たまたま出てきてですね、磁石なんです。別に金でも何でもないですよ。ちょっとこう人間の方が弱くなってきて、でこれをまあ切るわけですね。切ってどうなるか言ったら、これは七条袈裟というやつです。七条って言って、お釈迦さん着ている、よく見えませんが金箔で、要するにパッチワークです。本来はこれよりももっと汚い糞像絵。糞像絵というのは、ダライラマが着ているような、赤っぽい、黒っぽい、まあ、玄界にあたる玄という、玄米の玄という色に近いんでしょうかね。それが染料にあったんでしょう。それをですね、こう田んぼです、福田箔でありますね。お釈迦さんは心の皆さんの田んぼに種を植える、そして種を植えて収穫ができたら、それの 1% でも寄進を、寄舎をもらう。それも言います。寄舎をしなさい、ボランティアしなさいと言うんですね。感謝をしなさいと。で、イエスも同じことを言ってますね。あなたは働きもせんと、労働もしないと、何もふら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 ね、説教したり歩いたりしてるんやと。いや、私は皆さんの心の畑に種を植える種まきなんですと。その収穫があれば、その一部でも私はいただいて生きていけると。まあ、明日も良寛の詩を読みますが、まあ、本当に、悲しいぐらいに貧乏の生活をされてますね。それを自分は進んでやったんですね。で、お釈迦さんも大金持ちで進んでこう貧乏したんですね。これが7つの七条通り、五条通り、京阪三条とかあるでしょ。その条です。七条があるんです。7つのあぜ道があってですね、まあ、これ来てもいいんですが、まあ、大幕はこれ輪っかをします。カチッと書きます。どちらでもいいです。で、それから、まあ、ちょっと教養というの、これも同じザグです。リーダーですから同じでしょ、パターンはね。後でやり方やりましょう。これも見えませんが、一色に見えますけども、よく見ればね、これがサリーですよね。本物のサリーもっと長いでしょうけどね。私は三好にいた時に九条という、これ七条です。九条というのはもっと長いです。もう私一人ではできなかったですね。これもよう見たらやっぱりパッチワークになってでしょ。結局死体いらなくなった、布をみんなうまく四角く切って、継ぎ合ったのがこの七条みたいになったわけですね。だからみんな廃品回収みたいなのして、そして一緒に一色に染めて、そしてみんなで塗って、私の父親が新座するときには信者さんたちがみんな結構おりました。みんな手分けしてですね、袈裟を塗ってました。そんな、やっぱりそういう時代だったんですね。別に貧乏やから袈裟をみんなで塗るんじゃなくて、沢木行動もそういう
景気を見てますね。やっぱりみんなが一生懸命、私たちの指導者のために、袈裟を縫おうと、千人針みたいなもんですね。でそういう風習も今ではありません。今ではそういうことしないですね。でさて、これを代表にしてですね、袈裟を打つ、芯があったらですね、普通こういうふうにやる場合もありますし、いろいろありますね。こうして、ちょっと出しますが、十字に、こう、スペースが狭いときは、でそれで、いっぱい、いっぱいですね、いっぱいはこう座ります。仏教的な話ですね。で、右、左、左ですけど、五体投地です。でそれで、これがいっぱいですね。で、立つ。もう一杯、二杯、三杯と、これを持つ。でこの前、先週私が大学時代に私はこれまで、減点されたのは、どこで減点されたか、法技実習というのがですね、坊主独特の大学でしょ、こうやってね、はい、やりなさいと、そしたらね、こうやって、こうやって、パッと持ったら、はい、減点って言われたんです。なぜ減点だ、持ったときに、こう引けいくんですよ、右足を。なぜか言ったら、芯というのはお釈迦さんをやっていますから、これに対して、このまま、このザル、土の上ですからね、土の上で、こう、五座を引かなきゃいけませんから、排斥を引くわけですから、ちょっとこう、芯を避けるという感じですね。で、こういう感じで、こう、落として、こうやって、裏側を寝せないようにですね。寝せないで、こういうふうにして、で、こういうふうに。持ってやると、まあいろいろ、まあ坊主は坊主の世界でテストがあったり、あいつきちんとやってるなとかですね、やってないなとか分かるわけですね。これは一応まあそういうものですね。あ、坊主さんは臨済宗、大幕宗を使います。今は他の宗は使いません。畳の上ですからね、綺麗です。座布団の上、毛線の上だから、まあこれは儀式として残っただけですね。まあこれぐらいで前の宿題は終えといて、さあ時間過ぎてしまいました。ざっと言いましょう。94